わずか7歳の少年がネクスト・ボルトとして注目されています。アメリカで行われた 100m 走のレース、一斉にスタートすると一人だけ異次元の走りを見せる少年が、大人顔負けのフォームであっという間にゴールしました。走っていたのはルドルフ・ブレイズ・イングラム君、7歳。このレースで 100m 13秒48を出すと、次世代のウサイン・ボルトとして全米から注目を集め、インスタグラムのフォロワーは40万人を超えました。日本人の同世代の平均タイムはおよそ20秒ですが、地元メディアによりますと、今回の記録はアメリカの8歳以下の国内記録13秒69を上回る新記録だということです。